結果、陽性でした。俺一切飲みに行ったり寄り道したりしてなかったんだよね先日筆者の学生時代の仲間たちがメッセージをやり取りしている通信アプリのグループチャットに首都圏の一人が書き込んだこの一件で関東在住者を中心に東京で開く予定だった30年ぶりの主演が延期された 開催を企画した5月時点で、東京の新型コロナ感染状況は落ち着いていたが今では爆発的に増加している給油の報告は十分気をつけて生活していても感染しうる当地の実情を伝えた東京に限らず全国各地で席を切ったように感染が広がり続ける本県も そうした段階に入ってしまったのかもしれない20日に発表された感染者数に衝撃を受けた方も多かろう1日あたりの感染者数は2月3日公表の350人が最多だったが一気に581人である感染急拡大でプロ野球では監督・選手の入れ替えや 試合の中止が相次ぎ、大相撲では校長の琴ノ輪から佐渡ヶ嶽部屋勢も途中休場を余儀なくされた対策の網をすり抜ける変異株に有効な手立てがない中社会経済活動を継続する難しさを実感するなんと厄介な第7波か。